はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。なまはげの息子と姉様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。政治活動資金にさせていただきたいと思います。4月2日 NHK スクランブルでも渋谷で開催、4月8日メルトニ様限定懇親会、半分ぐらい埋まりました枠が、どちらもよろしくお願いいたします。小西博之にお前の返信は 99% が罵倒だろと指摘した池田信夫さん、総務省職員が金目当てで週刊誌に売り込む、中身がしょぼいので相手にされない、選挙運動に使えると小西に売り込む、国会で大騒ぎになり職員ガグブル、逮捕されるかもしれないという感じじゃないかな。試験を投稿いたしました。まあどうやって小西が入手したんだ、インチキ文書、ゴミ文書ということなんですけれども、噂によると朝日新聞が没にしたやつ、当時8年前もうすでに朝日新聞が名刀しててこれダメだなっつって没にしたらしいという噂、どうしたってね、総理の電話盗聴したことになっちゃいますからね、これ本当だとするとね。試験を投稿、小西早速脅す、これも法的措置の対象です。しょっちゅう訴える言ってるんだこの人ね。遠からず当てられてしまったようですねこれね。職員、総務省からもらわないと小西はどうしたってもらえないからね。一般反応、暇そうで何より、この人はいつも法的措置をちらくつかせている、自分のダブスタに気がついてもいない醜悪さ。どの辺がダブスタなんだろう。どこら辺がダブスタ。反訴がたくさん返ってくるのでは、メディアに圧力かけるなと言いながら脅すと。小西自身が圧力かけているんだから、国会議員という権力を持った立場の人間が一般人に訴訟を仕掛けるのはどうなんだ。肯定意見以外は訴えるってすげえな。千葉の恥って検索するとお前の画像出てくるんだが、そうなんだ。小西が所属する立憲がですね、脱粉民主党でツイートした一般人、開示請求かけて通ったみたいです。報道ありました。立憲党がなんか名誉毀損だがで、脱粉党と書き込んだ一般人を、訴訟するために、開示請求、どこの誰なんですか、プロバイダーに聞いた、あるいはツイッターに裁判所通して、身元、携帯の番号から分かりますんでね、報道ありました。所属政党が訴えるってそういう体質だから、すぐ訴えるっていう小西はですね、立憲にとっては模範的な人材なのかな。この入手経路推測のどこを訴えるかは不明なんですね。どこに、おかしなところがあるのか全然わかんねえ私には。訴えるとですね、入手経路を明らかにしないといけないから多分訴えられない、口だけですね。小西博之ね、生まれてこの方口だけじゃない時がない立派な人材であります。私のことも訴えてくんねえかな、こんなに悪口言ってんだから毎日毎日、100倍返ししてやっからさ。千葉の恥イコール小西博之の画像が出てくるとは知らなかった。さすがね、99% が罵倒の男、帰ってくる反応の 99% が罵倒。普通の人だったら心折れそうですけれども、バカは心折れないのかな。すぐ訴えるって言うからそうなるんですよね。自業自得だと思います。小西と並ぶですね、立憲の人材、原口和弘、岸田がウクライナに行ってロシアを挑発したから千島に官邸まで1分で届くミサイル配備されちゃったし、挑発には報復がつきものですか、なんか言っちゃって、一般の反応で、千島から東京まで2100キロあんだよ、それ1分っつったらマッハ100以上必要でしょ、バカですか、大爆笑、本当に残念な人だね。 Google Earth から何も学んでいない。そんな超テクノロジーがあったら
とっくにロシアが地球の支配者、このレベルだから人工地震が地震兵器が言っちゃうわけよ。このバカの講演会はどんな気持ちなんだろう。講演会にはこいつと同レベルかそれ以下しかいないから問題なしと、原口って素直でいい人だよな、すげえバカだがそれが本当だとしたら対策を考えるのがお前ら議員の仕事だろうと、なね、自民党の悪口言ってねで、こうしたらどうだろうってアイディア出せっていう話ですよね。マッハ100に耐えられる物質ってあるんだろうか。撃った瞬間ね、発射した瞬間にですね、空気と摩擦熱で燃え尽きそうですけどね、そんなスピードでしたよね。原口和弘、63歳。もう63歳。もう63歳なんだ。東大文学部、卒、文学史、コテコテの文系ですね。多分物事を数字で考えることは苦手な人材なんですかね。2100キロを1分で、したら、1000キロ30秒、10秒で300キロしたら、1秒で30キロ飛ばないといけないなーっていう、秒速30キロは、まあ、破100だなーって、考えられない人なんだと思います。しおちゃん、ガールズバーで働いていたのに、生活保護を受けろと言われた。なんか鬱っぽくて働くの無理なんですって言えと、ニートものからじぎじぎにレク受けた。川坂かき C、浅野さん、これは刑事事件ですな。告発につきまして、自分も不正受給に加担していたかもしれないと心配していらっしゃる方は、急いでご相談ください。一旦受付を締め切ろうかと思います。これ、しおちゃんみたいなですね、方は募集かけてたんですよ。コラボに、生活保護詐欺、片棒を担がされた人を相談してくださいっつってね。告発したら記者会見するって動画で言ってました。コラボを生活保護不正受給で告発するため、しおちゃん以外の証言者を募集していた。必要レベルに達したみたいであります。しおちゃんだけじゃなくてね。来週にもですね、告発しました。発表あるかな。4月16日から選挙なんで、議員でいるうちに発表すると思われます。盛り上がってまいりました。ちなみにですね、生活保護不正受給の時効は2年だから無理って書き込むやつ いますけど、これはですね、革新的詐欺事件、公金詐欺事件なんで、時効7年ですね。詐欺罪の時効は7年。浅野市議は10年って書いてたけど、公金に関わったそうなのかなと思ったりして。まあ、一般的な詐欺罪でググったら、時効は7年と出てまいりました。副都知事の首が飛んだのに、一切報道しないオールドメディアには、たまげたなぁ。という書き込みをして、そっか、全然報道してねえんだ。私はテレビないんで確認できないですけれども、全くたまげますよね。石原慎太郎都知事の時に、突然ね、猪瀬さん、副都知事の首飛んだら、メディア騒然だろうな。一切報道して。浅野市議の記者会見もですね、産経新聞しか来なかったりして、情報探りにですね、どこまで知ってんだみたいな、神奈川新聞は、くっかもしんないですけれどもね。そんなコラボ関連は固くなに報道しない TBS 報道特集の村瀬健介キャスター、政治的に公平だと信頼されることは何よりも重要。当然ながら、ツッコミ殺到でありました。ふざけてんのか。バーガー。どの口がいい。全番組局さやん。そんなテレビ局は日本に存在しない。まあ、中立で公正な、公平な、テレビ局なんかないってことですね。じゃあ、サンモニに百田呼んでみろよ。サンモニに百田さん呼べ。面白そう。すごい面白そう。実現したら絶対見たいな。村瀬はですね、選手は球をよーく見ないとね、程度の建前しか、スローガンしか言ってませんけれども、石破茂みたいに、日頃の行いって大事だな。そんなに言うならですね、NHK に忖度してないで、スクランブルでもニュースにしろ、コラボも報道しろ、公正だ中立だ目指しますって言うんだったらさ、一個もやんねえよね。テレビ東京ですら放送しねえわね。スクランブルでも、4月2日スクランブルでもにぜひご参加くださり、本当に来ねえわテレビ局。
っていうのはですね、 NHK すら来ねえわ敷地通んのにみたいなですね、歴史の歴史の証人になってください。俺もデモに参加したけど、本当にテレビでやんねえんだ、新聞も産経ですら、というですね、証人になってください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。